第四代ペンブルック女伯爵、イザベル・ド・クレアは、中世イングランドの女性貴族。ノルマンコンクエスト以後に移住したノルマン系、アイルランド人女性で、ウェールズとアイルランドの広大な領地の女相続人。夫のウィリアム・マーシャルもペンブルック伯爵に助爵されている。イザベルの両親の結婚式。1170年、ストロングボーたちが、 ウォーターフォードを陥落させた翌日に行われた。ダニエル・マクリースが1172年、アイルランドで、ペンブルック博、リチャード・ド・クレアの第一子として誕生する。父は、号泣の使い手で、ストロング・ボーのあだ名を持つ。母は、レン・スター王、ダーモット・マクマローの娘・イーバである。両親の結婚は、父が、ウォーターフォードを陥落させた翌日に行われた。 イザベルは快活で礼儀正しく、とても魅力的であったと言われている。弟のギルバートが1185年に死去すると、彼女は王国内で最も富裕な相続人の一人となり、自分自身の権利として、ペンブルックやウェールズ、アイルランドなどの他に、多くの領地を所有していた。 また、ペンブルック城を含むサウスチャネルの防衛にあたる、ミルフォードヘブンにある多くの城を相続した。さらに、ヘンリー2世の飛行賢人でもあった。1189年8月、新たに即位した、リチャード1世は、イザベルとウィリアム・マーシャルの結婚を手配した。夫になるウィリアム・マーシャルは、この時点において、王国内で最も優れた騎士にして戦士であると。 多くの人々から認められる男であった。というのも、ヘンリー2世がマーシャルに対してイザベルと結婚させることを約束していたので、息子のリチャード1世は約束通り即位から1月後に2人を結婚させることにしたのである。ウィリアム・マーシャルはイングランドにおいて、軍務博として、ヘンリー2世、リチャード1世、ジョン王、ヘンリー三世の4人の王に仕えた人物である。 彼は、この結婚により妻の権利に基づき、ペンブルック伯爵などの爵位のほか、アイルランドのレンスターや、ペンブルック城など、イザベルがウェールズに有していた権利を持つことになった。同年、結婚間もないマーシャルとイザベルはアイルランドに赴き、イザベルの母方の祖父が有していた領地で調停を、している。中世では、 モット・ド・ベイリーが建築されるとその周囲が急速に発展するので、マーシャルは港町にモット・ド・ベイリーを急いで建築させた。この港町が今ではニューロスの町として知られるようになっている。大英博物館に所蔵されているロスの年代記は、イザベルとマーシャルがアイルランドにやってきたこと、バローの土手に素晴らしい町を作ったことを記している。 夫婦にはかなり年齢差があったが、この結婚は幸福なものであった。夫婦は5人の息子と5人の娘を設けている。ティンターン大修道院。イザベル・ドクレアが埋葬されている1220年、イザベルはウェールズのペンブルックシャーにおいて48歳で死去した。夫はその前年に死亡している。彼女はモンマスシャーのティンターン大修道院に埋葬された。 イザベルの娘たちは多くの子供を残したが、不思議なことに息子たちは全員子供を設けてはいない。これはアイルランドの僧侶がウィリアム・マーシャルを呪ったことに起因していると考えられている。後、マーシャルの称号は長女モードの子孫のオフォーク博化に継承され、ペンブルック伯爵の爵位は四女ジョアンの子孫に受け継がれた。ありがとうございます。